ゴールデンウィークなんか知らないうちに終わってましてもうそうですねとっくに終わってますね、うん、<laughs> どうしようっていう感じ、うん、でも母の日も過ぎてしまいました終わりましたね,ね、はいかがお過ごしだったでしょうかうんでもに一気に暑くなっちゃってなんだかね今週入ってからやけにあったかい,い急にねあったかいって、うん、あ、暑いで、うん、気持ちとしてはなんかすごくだるい感じがするのね<ー>で気持ちをふるい起こさないと 何かに望めない感じがして、本当ですか、もうね、火曜日、結構大変だったんですよ、火曜日ね、実家でね、朝起きてね、月曜日泊まって、火曜日の朝起きて、草取りをして、それから朝ごはん食べて、それから草取りをして、それから某 FM 局で放送をやって、それからお昼を食べて、その後また草取りをして、もう農家の生活ですね、そうそれね。 もうヘドヘド腰が痛いし暑いし汗びっくりメガネかけてるとメガネのところ汗がもういっぱいくっついちゃってさ見えなくなっちゃうんだもん本当、うん、さあ皆さん暑さとも戦わなければいけないシーズンになりましたけども、はいうん、元気よく健康第一で頑張っていきましょう、うん、ということで今週もよろしくお願いいたします、はい、この番組は浜松豊橋のお花屋さん花風車ソイルフラワーズの提供でお送りします ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタンはい、えー、今日五月十五日というのがですね、はいうん、あの千九百七十四年 はい、昭和49年にセブンイレブン日本1号店が東京・江東区にオープンしたということなんですね。ほうほうほう 最初の頃のセブンイレブンってご存知ご存知ではないですよ。ご存知ではない。でも僕が生まれた年ですもんこれ。あ、そうか。それは知らないよね。うん。僕は生まれた年ではないんですけど、まあ物心も何とか心もいっぱいあのついてる頃ですけどあ、そうですよね。はい。うん。でもあの田舎にいましたのでね。あ、うん。そうかそうか。そう、都会を知らない子供だったので、このセブンイレブンの存在は知りませんでしたね。 1975年翌年になるとねいろんなところに東京あたりはぽこぽことまだこち長はなかったと思うんだけども多分ねそうで大体ねお酒酒屋さんお酒を売るそのんていう資格を持ってるところでもってセブンイレブンっていうのはねの店が店舗ができていったんですよねだからもともと酒屋さんと僕のあの 中学校の同級生のおうちも酒屋さんだったんですけどうん、うん、その後セブンイレブンになりましたからね<ー>そうなんですよ、ね、まあ今はねそのいろいろ変わってはきてるのかなと思いますがもともとだから。 酒屋さんだったら建物そのものに結構、居抜きで攻めれるようになったりとか,あなんかそうですねね昔ありましたよそういうのもあったんですよね、だから今とはずいぶん雰囲気は違ってました、ねうんはい、そうですね、今、おしゃれですもんね、今おしゃれですね本当にあの食べるものもどんどん進化をしてきていますし。はい 私たちの,その生活の形態に合わせて今はお一人様のも、ね、の、うんはい、とかお惣菜でも何でも、ねはい、多くなりましたんでねひとます便利になってますけれども、うんはい、そんなセブンイレブン、まあ、コンビニエンスストアの中でもセブンイレブン日本一号店が1 9 7 4年の5月15日にできたということでですね、うん、今日はメッセージのテーマ「買い物へのこだわり」うん。またはつい 買ってしまうもの、<laughs> こっちの方多そうだよね、つい買っちゃうものでは。つい買っちゃう。なんかありますか。つい買っちゃうのはですね、はい、あの、飲み物ですね。ドリンクを。結構買いますね。そうなんですね。そう。で、だから、なんだ、お茶とか水に詳しいんだよね、俺ね。<laughs> あの、この会社の、<おう> <laughs> あの、ペットボトルのお茶がいいとかですね。<ー>いや、これはちょっと、あの、うん、この紅茶の。 砂糖入ってないやつがいいとかねああそうなんだそう全く関心ない関心ないのいや水だって違いますよ全然水も今僕が飲んでいるホニャララの南なんとかなんとか水のこれが一番うまいんだよ僕はですよそれはもう人によって違うかもしれないけど僕はこれ一応飲みやすいんですよそうで他のところだとあのいや 自動販売機は、うん、ちょっと俺これはダメパスみたいな <laughs> 遠くてももっと違うとこ行ったりとかします <laughs> <ー>だって今水のペットボトル種類すごく多いじゃないですか中にやっぱりちょっとなーっていうのもあるね、うん、へえ<ー>そうそれからなんかレモンが入ってるやつもあるんだよねあんまり俺好きじゃないけど最初からレモン入ってないんだけどなんか なんとなくあんまり好きじゃない感じな酸っぱいというか水が硬い感じがするようなものってあるんあ<ー>、うん。そうですかいわゆる硬水軟水みたいな、うん、まあ大体日本で売ってるのはほとんど軟水やと思いますよね、うんうん、輸入してるものっていうのは、うん、ヨーロッパから来てるのは硬水があるんでしょうけどもう,、ね、うん。うん でもまあ普通日本のやつは軟水ですよね、うん、そういうのもねちょっとずつが違うのはどうやったなと思いますけどね<ー>そうだからつい買ってしまうものすいません水の安にしてつい買ってしまうものは <laughs> 私はあのそういう<ー>あのドリンク系のものが多い飲み物をね、うん、<ー>あとはねたまにね急にマシュマロを買いたくなったりする <laughs> な<ん>で <laughs> いやなんかマシュマロは割と好きなんだ俺 <laughs> そう <laughs> マシュマロの丸いやつじゃなくて、はい、少し縦長の 円筒形になってるやつです。ああ、耳栓みたいなやつ？あ、耳栓、そう、うん、耳栓の方に行ってくれればいいけど、うん、あのつまみ心地が割といいかったりとか <laughs> あのする時もありますよね。あ、そう。そう島のね。うん。買わないな。あと最近百円で袋に入ってるチョコレートがあるじゃん。 もともと板チョコ状だったものとかそういうやつが100円の袋に入ってるやつはいはいはん。そういろんな有名なのが種類すごく多いんですよね今日も買っちゃいましたけどね夏は気をつけないと車の中忘れたりするともう全部べちゃべちゃになってしまいますんでそれは気をつけていただいてそりゃそうだ さて、はい、そんな買い物へのこだわりも今日はいただいておりますが、うん、もう一つね大事なのは今日はですね、はい、先週あのー、皆さんにお知らせしました、はい、マスクのプレゼントですねソエルマスクそうですプレゼント係、うん、これ結構いただいちゃっ てましねえうんありがとうございますなのかどうか分かんないですけどいやもうソイルフラワーズ花粉社のねスタッフの皆さんの手作りのですねしかも円周麺ぎのそうですよ使ったですねマスクはいこれまだ大丈夫ありますうんちょっとね慌ててね今慌てて今確保してる作って作ってとりあえず今3つ来てるんでねはははいいい3つ来てるんでちょっとこれえっとラジオのみかんさん はいいいあありりががととううごござざまますす掛川市の方なんですけども、はいえー、毎日マスクで顔が肌荒れしてしまっているので、うん、肌に良さそうな円周ぎのマスクプレゼント希望しますというようなことですね<ー>、うんまあ、肌にいいとかなとかっていうコメントは私たちはしてませんけれども、うん、れわかんないですけどねどうなのか。 でもこうやってね応募してきてくださいました。はい、ありがとう、ありがとうございます。うん、あ、でこの方買い物のこだわりもね書いてくださってますけども、はいうん、あの必ずエコバッグを持っていくこと。あ、今ね。うん、そうだそうだ。もうどんどんねあのレジ袋なくなってきてますんでね。うん、もう有料化ですよ。そうです、ね、なんかもう七月ぐらいから強制的に有料化ですからね。なりますよね。うん、そうですよね。 だからエコバッグを持っていった方がいいんじゃないかとそううでですすねねいうことですよ、ね、正直今ね、うん、うちの店でもねエコバッグを売ろうとしてるんですよ、はい、<laughs> また何でも商売にしますなちょっとさくさに紛れて <laughs> ああそうなんだ、はい、今ねちょっといろいろ準備してますそうなのまたスタッフに「何、はい、で花屋なのにエコバッグ作ってるんだろう」みたいな「<laughs> この間はマスク作らされて」みたいな、うん、花が売れないからもう <laughs> <laughs> 頑張ってください ね、えー、でそれとセルフレジがある店ではセルフレジを利用します。利用しますと、はい、セルフレジって使えますよ。うん、結構ねスーパーとか行くとね。あのスーパーとかね、うん、あとななんていうのあの。 DIY のお店とかも結構ホームセンター,、ね、ー,ンターもう結構ねセルフレジあったりしますよね,すね、うん、レジと袋詰めが一度にできて時間短縮うん、うん、このご時世人と接することなく買い物を済ませられて安心ですうん、うん、大抵ねやってる途中でねなんか分かんなくなっちゃったりとかねあのうまくはん,あのなんていうの,あのバーコードが反応しないとかねそういう時にね すいません!」ってちょっと <laughs> 呼ぶとかがりの方が来てくださったりします、ね、いて親切 <laughs> に教えていただけるんでね。うん、うんだんだんだけどそうやってあの効率的にいろんなことができるようにはなってきたかな、ね、と思いますね。ということでみかんさんありがとうございました。 えー、でこれは早え物勝ちということで、はい、あの今週来た分がもういいですよね、うん、大丈夫ですよで3代目コイスレエルニーニさんもですね、はい、ソイルマスクのプレゼントに応募してくださいましたあ,ありがといたあそうか買ってくれたのにまたプレゼントでと、ま、いうことなのね、うんうん、日あ書いてあるわ 日曜日にソイルマスクをつけて買い物とか行ってみたんですけども、うん、かなり調子の良かったんで当選するといいなとだからその前につけてったのは買ったものだったんですよね。うんうん ちょっとイケメンになっちゃったんじゃないですか。顔隠してますからね。いやみんなね、あのそう女性の方でもね言ってる人いましたけどね。はい。こうやってね長い間マスクで顔を隠してるともうなんか出せなくなっちゃうって。ああ、そっか。マスクしなくてもいいよっていう時になっても、顔は出せない。楽でいいんですかね、やっぱ。半分しか化粧しなくていいですからね。ああ、そう口紅はねつけないですよね。やっぱりついちゃいますからね。うん。ファンデーションもあんまりね。 つけるとなんかベタベタになっちゃうしね。そうね,、うんそうね、そうか。う僕らもなんかあの顔隠してる方がなんとなくこう人に見られても大丈夫みたいな。うん、なんでいや別に <laughs> 悪いことしてるわけじゃないけども、うんうん、なんとなくね。んとなくね。<laughs> 指刺さ,されなくて済むかなみたいな。ね、秘密のところに行くとき、ね。いや秘密のところ行ってないけどね。<laughs> うん 3代目小祐聖さんとそれからね鳩ぽっぽさんからもいただいていて圭介さん、大作さんこんにちはご無沙汰していますということですが先に確認というのがあって何を今さらとも思いますが今月が第5週の金曜日がありますと通常であればアップオンでの公開生だと思いますが今月はないですよね。 先週の金曜日にねちょっと話して決めて、はい、とりあえず五月はもうあの <laughs> ここで <laughs> やるしかないので今更あのゲストの方もなんかなんか仕込みづらいっていうのもありますしね、うん、で先週の金曜日時点でまだねあのアップオンのある、はい、エプロンと秋田でね あそこ自体がまだ営業してなかった,りしたんで、うん,うんちょっとまあ決められないなということで、はい、だったらじゃ金曜日の朝やってるね、あのモーニングハローも、はい、それからヘイウェスタンの二十九日の公開生放送も、うん、これ公開生はやめますかっていう話をしております。すみません、はい、ちょっと残念なんですよね。ちょっとね、こういう状況なんで、第五週がある月ってね、皆さん楽しみにしてくださっていたのに、はい、すみません。 ご承知ください書いてあるもん「仕事帰り」やその他を含めて「あっぽうの様子を拝見するのが一種の楽しみなのでそれが消えてしまったのが非常に寂しいです金曜日の朝もねはとぽぽさん毎週通勤途中に寄ってくださっていたので私もね藤井智代さんもですねもう寂しいですもう久しくあそこへ行けないっていう状況なんでねでですね全国県内のニュースで コロナウイルスの影響で販売する側や生産者などお花に関わる人たちが苦境に立たされていると出ていましたはい、はい、大作さんのところもきっと同じだと思いますうん5月10日は母の日でしたが業界では5月の1か月を母の月として盛り上げようとしたうんそうですね。 そうういことですねだから母の日だけではなくてその日がずれたりとかいろんな都合もね皆さんあるでしょうから10日だけではなくて5月1か月全部母の日ということでお母さんに感謝しながら家族でねお食事をするなりプレゼントをするとかそういうふうなコミュニケーションをそうまあねいい機会なんでねそうそうですね。ということですよ皆さん。で ドライブスルー形式で販売したりしているお店もあるんだってお花屋さんあそうですねうちもねやってましたよ母の日はねああすごいやっぱりお店にどうしてもお客さん集まっちゃうとね人がいっぱいになっちゃうんでなるほど今はどこも我慢しかないですねということですけどねまあなだもうちょっと辛抱しましたせっかくここまで辛抱したのでねだいぶ良くなってきましたよはいね あの静岡県もそうですけども、うん、あの東京都の,その感染者数というのが今減ってきてますんでね,でねずっと、ね、少ない人数になってますんで、うんえー、そういう意味ではねあの日本はだんだんいい方向にいってるんじゃないかなというふうに思います、はい、だからここで油断をしないようにちょっとだけ気を引き締めながら少し行動しましょうというそう,です、ね、そういう感じでですねえー、っとですね。 番組テーマの買い物へのこだわりついつい買ってしまうものですがお惣菜などは、えー、値引きシールが貼っていないと手を出しませんほうほうほうあもうお惣菜買うときは必ず値引きシールを貼ってあるものはいはい、はい、もう最初貼ったやつは絶対ダメ <laughs> っていうことうん <laughs> しかも値引き率が進んだものしか手を出しません <laughs> 最初貼る時はだね、うん あのな2割引き、ね、そうですねそれがだんだんね,それね半額ぐらいになってから、うん、<laughs> なるほど大体いいそれが出てくる時間っていうのはね決まってたりしますね,そうですねこのぐらい時間になると半回りるなまあまあそな、ねうん、りますもんねまたペットボトルのお茶などはドラッグストアやスーパーで買うか通販でケース買いうん、うんうんうん、なるほどねあのケース買い そそが割と安いんでで、ね、ですすすよよねねねねうう単価的には自動販売機よりも相当安い場合がありますけどね、はい、まあ自動販売機の場合は冷えてますけどね、うん、<笑><笑>まあ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 すぐにねその場で冷えたものが飲めると、うん、そう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 ,、うん、うん。でやっぱりこう結構この夏場になりますと、はい、水分たくさん欲しいので、うん、そうやっぱりあのたくさん入ってる箱でケースで買った方がね、うん お得おおですよね茶なんかもね日によってね半分ぐらいの値段の時あるもんね1本58円ぐらいの時あるからねもう本当に私の主婦のような感覚ですけどもだって下手すとさ110円とか120円とかっていう自販機だったらかかるわけじゃないですかそれはね 58円とかね結構78円ぐらいでも嬉しいんですけどうんと言いつつつい自販機で買ってしまうまあね楽なんですよね楽してしまうんですけどねコンビニの価格を見るとバカバカしく思いますって書いてるねここまでねハトポップさんが割り切れるっていうのは大したもんいや素晴らしい俺いろいろ情報として知ってるんだけどなんだからさっきも言ったようについ買っちゃうつい買っちゃうんだよね お菓子しかりカップ麺しかりデザート類しかり期間限定と地域限定には弱いです限定っていうのはねああなるほど何本限定とか何杯限定とかそういうのねうん欲しいこれを逃したらもう私の手元には入らないというような感じうんありますはい リクエストをね下さったんですけども「コ心ブラザーズのドカン」こういう時だからこそということでよしじゃあ書けようと思ったんですが一慶さんが探してくれたんですけども残念ながら見つかりませんで当たらずそんな鳩ポッポさんもソエルマスクのプレゼントはいいありがとうござますしてくださいましたんでこちら取っておきますんでねはい あえっ、ー、と有田玉放送局さんからリクエストをいただきましたえー、ブルーハーツ青空えー、ブルーハーツで聞いていただきました、えー、有田玉放送局さんのリクエスト青空でした、うんえー、そんな有田玉放送局さんからのメールなんですけどもはい圭介さん大作さん毎度毎度有玉放送局です <laughs> <laughs> はい、えー、僕はコンビニで買い物する時は、うん、なるべく ローソンにに行くよううしてまそなんだこの放送局は NHK じゃないんでね何言ってもいいです。この番組もですね別にセブンイレブンの提供でもローソンの提供でもありませんからそうですね。んでもソイルフラワーズの提供でお送りしてますので大丈夫です。でなんでローソンかというとローソンでパンを買って。 ポンタカードにポイントを貯めると<う>エコバッグとかをもらえたりするからですエコバッグこれはカフグのライバルだ <laughs> ちょっとこれダメだよんじゃもうね僕は毎日パンを5個ぐらい食べるもんで食べるな <laughs> 食べるなお、ね、ポイントザクザク貯まります高校生並みだな本当だよね<う>、えー、僕はポイントで生きてるようなもんです、ね、<laughs> <laughs> そうなのへえー ああのー、コンビニエンスストアによって特徴がやっぱりありますのでねまあ総合的にはここがいいなとかさ、うんはい、お一人様のものには,はここがいいなとかね<ー>こういう冷食はここがいいなとかね<ー>冷食の中でもそのスパゲッティのミートソースとかはここがいいんだけど <laughs> <か>い, <laughs> いや細かいんだよ。 結構僕もあの社宅に暮らしてる頃はですね、はい、そういう洗濯をしてましたからしてましたそうなんですよあるところはこのカルボナーラがめちゃうまいっていう冷食のねあるんだけど<ー>あだけどそれよりも30円か40円安くて。 あのナポリタンだったらこっちのお店のコンビニとかうがうまいっていう,うまあ好みもあると思うんだけど <laughs> ナポリタンなんかほらケチャップ味が濃いのが好きとかねあまあいろいろね、うん、もっとおしゃれな感じのトマトソース的な感じになってる方が好きとかっていうのはあると思うんですけどもね、うん、<laughs> あのただ僕も買い物してませんからねローソンさんの場合は、はいあのー、ロースカツサンドがうまいあそう、うん、かつてーあのローソンが 急に,急にこうちょっと売り上げが減っていった時は、はい、ロールケーキでねロールケーキが非常によって大ヒットしましたけれどもまあ今も美味しいですが、はい、最近に僕はねあのロースカツサンドが好き<ー>、うん、あのー、特にですね伊豆市のですね、はい、ローソン牧野公店のロースカツサンドがうまい <laughs> それローソンでもお店によって変わるんですかねあだいたい地元で作ってる地元のそう,うそういうお惣菜みたいなところで作ってるんです うん、ちゃんとあの、書いてありますから、そういうところもちゃんと見て、買ってますから、<ー>どう作ってんだて。<laughs> 意外と細かいですね。うん、細かいです。あの、結構、僕、あの、動いてることが多いので、はい、食事を。 コンビニでなんか買っってて済ますってこともあるであそ,そ,そうそうするとやっぱりなるべくいいものを食べたいって思うのでローソンのロースカツサンドを買って<ー>あのそのまま駐車場に止めてある車の中で食べるというね。<laughs> でまあ案外それで幸せだったりもするんです。はいいいですね。はい。有田放送局さんありがとうございました。ありがとうございました。でですね次がこちらかな。えすけさん大作さんこんにちはというのは山川砂防の妹さんです。はいこんにちは。今日はストッキングの日あそうなの今日。へなんでだろう。今日僕が書いたのは今日沖縄復帰記念日でえっとそれから号号一号事件の日はい。まあそうですね。それから 『笑点』が始まった日で <laughs> 1966年5月15日に放送が始まったっいね長いでえー、っと J リーグがベルディ川崎と横浜マリノスで開幕した1993年と,と、はいうん、から三川健一さんが74歳の今日お誕生日ういうことで、はい、その辺チェックしたんですストッキンはッキングの日」はすいませんあのちょっとチェックし損なっていますけどね。 でえーっとね、戦後、女性とストッキングは強くなったって書いてある、まあまあそう言われますよね、僕、子供の頃からそう言われてましたもん、だから、女性が強くなってからの方が、うん、日本の歴史はもう長くなってくる感じがそうん、んですね。ううで、買い物へのこだわり、ついつい買ってしまうものですが、洋服を買うときのこだわりは、良いものはいつも同じショップで買っています。 うん、まあ一回ねこのショップで買って気に入って、うん、例えば縫製がしっかりしてるだとか、はい、デザインがいいとか、うんね、色合いが気に入ったもんがあるとか、はい、でやっぱ同じとこ結構行ったりしますよね。まあそうですよね、うんうん、私今着てるジャケットなんかは割とおしゃれで安いんだけど、はい、でも毛玉がすげえできるんだよ。すっごいこれ大変なのもいっぱい今でもできてて。お<ー>うん、これもも大体もうことこんこん シーズンでもう終わりっていうのが2つぐらいなんだけどそこは必ず同じお店のやつで同じメーカーのやつなんですよ。で割とポケットなんかもちょっとこまめに付いてていいんだけどやっぱ毛玉ジャケットにねこんなに袖のとこに出ちゃうのはねちょっとねうん。 そっか見られると恥ずかしいねやっぱね <laughs> うんここういういとは、はい、そうですね、うんうん、それで、あのー、この山川さんぽの妹さんは、はいえー「この前買ったあれに合わせたいんだけど」といろいろ相談に乗ってもらえると同じ店だとそれいいですねうん、うんうん、俺はあのー、あなるほどそれだったらこちらに行ってスムーズに話ができるということでね ブティック島村や島村ねブティック島村ね島村今おしゃれだもんって、うん、しおしゃれ島村ね今おしゃれ安くていいものが増えそうですねうんびっくりするほど変わってきましたはいはいユニクロ、うん、ユニクロだってあのもう進化はすごいですよす<ご>今みんなあのユニクロさんは あのいろんな方例えば藤原紀香さんとか錦織圭さんなんかも,もういろんな方が毎年毎年コマーシャルに出てきますけれども、はい、だから非常におしゃれなもの多くなって,てそうですね。だけど最初はそうじゃなかったです昔はね。だからそれは芝村も一緒で,、はい、でこの2つっていうのはこうなんていうのぐーっとこう伸びてきたとこなんでしょうけどもね。うん、うんうん 普段にや仕事にはそこで買うとさんざん持ち上げといて何だなってなったついつい買ってしまうものコンビニのスイーツですやっぱりねレジの近くにあるから危険ですよねもうこれだけ買ってあ今日買物すんだって言ってレジのとこ行くと横におってあるんで炊飯ちょっとこのみたらし団子みたいなそうそうそう和風のねスイーツがあるんですよねあれなんでですか と、ね、とかかさそうそうお団子とかねかああいうものはさあのレジの近くで常温で置いといても大丈夫だっていうものを置いておいたりとかみたらし団子ってつい言っちゃいましたけどでもあるよねあれはなかなかねあの誘惑っていうわけではなくてなんかもうそこまでいけばねふっと自然にもう手が出ちゃう,よ <laughs> もう無意識にね <laughs> そう。 うまいですねお店もね <laughs>、うん、レジ待ちでつい横目で見てしまい気がつくと手に取ってます<ー>もう気がつくと手のあれどうしたんだろうみたいな <laughs> もうまんまとやられてますねそうですねということでついつい買ってしまうものはい。こういうねスイーツもあるんだなとうん。いうことですよね、うん、やっぱりいろいろあるな山川さんもね妹さんもマスク、はい、って書いてある あマスクはね、こっちにある、別の紙で、うん、えっと、あれあれ、さっき言った言っ,てない言ってない。あれ、これ、マスクのプレゼントあ希望しますっ書いてあった。はい、あるよね、うんはい、<laughs> 危ない、危ない、ごめん危ない。 大丈夫、大丈夫、大丈夫。はい、ありがとうございます。はい、さすが大作さん。はい、え、そんな山川砂漠の妹さんのリクエストにお答えしましょう。チューリップ、心の旅。はい、ちょっと懐かしめの曲ということで、まあチューリップ、心の旅聞いていただきました。え、そうですね。マスクが大人気ででしてね。すごいですね。今ちょっとね。 あれも書いてあったな希望って探しながら確認して <laughs> はいもう一度ね五人ですねはいはい五、はい、人ですねえこれ、うん、ほぼリスナー全員にも渡っちゃいましたけどそうう、ね、大丈夫ですか <laughs> 全リスナーに渡りますねこれねもうあとね今日そうですね今日来てないリスナーは新エモンさんぐらいですかなぐらいか <laughs> じゃあまあいいか、はい、も,うもうこれで五人で切り抜い筋で 締め切った方がいいですかねそうですねもう今日で締め切りというかもう終わり終わりってことでね。ということで皆さんあの遠州めんつむぎの手作りマスクですね花粉症ソイルフラワーズのスタッフの皆さんが手作りで作ったですねこのマスクの大と中ですね大と中のセット。 じゃないよねと中のセット一組これをですねプレゼントします5人の方ということでお送りしますんでお待ちくださいでその5人目の方はジュビロ大好きタカさんなんですけど母と一緒に使えたら嬉しいですって書いてくださってますんでよかったちょうどいいですねちょうどいいよねはい もちろんタカさんが大きい方でお母さんは小さい方だと思です、ね、まあそうですよはい <laughs> えと圭佑さん大卒さんこんにちは先週まで2回連続リアルタイムで聞けていましたがお,お休みだったんであそっかそっか金曜日ね、うんうん、今回からはまた YouTube 視聴で、えー、楽しませてもらうことになりそうですありがとうございます、うん、でもね本当に YouTube だとですね一、はい、つ欠点がありましてそう今あのー ね、あの酒場ほぐろへ行けないんで曲がいつもよりかかる可能性は高いんですけどもその曲がですね、あのーまあ、ちょっとねあの著作権の都合でですね,ですね、うん、YouTube に上げたその動画の中では、うん、ほんの最初。 かけくるんって一音聞こえたりとか <laughs> たまに,、ね、たまにうんほとんどねだから曲か曲紹介までするんだけど、うん、そっから先がないという聞けないということなんでその部分は皆さんそれぞれまたもう一回 YouTube で検索して聞いてくれればいいですよ YouTube でその曲を別個に聞けばいい、うん、別個で聞けばいい面倒しうん、うん まあということで今週からはまたねこのジュビロ大好き高さんは YouTube で動画をねこの見てくれるということですで先週のように番組の一番最後でメッセージが読まれればギリギリ聞けるかもしれませんだってああそうだよああそうだよああそうだああまだ十八分なんだね早かったかなさて今回のメッセージテーマ「買い物へのこだわり」 ついつい買ってしまうものなんですけどもまず買い物へのこだわりから書きます、うん、普段食べる食料品特に野菜肉などは国内産のものを選んでなるべく買うようにする<ー>あなるほどね静岡県内産や近い地域のものがあれば積極的に買うようにしています。う まあそうですねこの辺りですと浜松ですから三河のものとか、はい、あの海産物とか農産物は入ってきてますからね浜松はまあ農産物も非常に種類が多いですからいろんなものが地場のものがあるということだと思いますけども海も舞坂から上がったものや御前崎から上がったものが、ねうん、来ますんでね、うんえー、国内産の農作物は 安心感がありますすとあそうですね、うん、やっぱりそれはそうだと思いますけどね地、うんうん、地産地消の考え方っと地産地消のものそれでこの国内産のもの、はい、これ調味料に使っている例えばお醤油に使っている大豆なんかも国内産のものを使っている、うんえー、お醤油だったりすると、はい、そういうのを使うとですねなんかそういうのをなんていうの点数にして 緑にち緑のちんをかけてある居酒屋さん緑ちょはあのは地産地消の印なんですそこに星がねつく数が変わってくるだから調味料に何が使われてるかっていうところまでこだわるっていうのはなかなか難しいですけれどもでもねやっぱりそういう居酒屋さんもあったりします静静岡岡あれは市全国的なものなんですけども全国的なものですよ。 <laughs> それはね、僕と大作さんが行ったのは静岡市のお店ですよ。<laughs> でもも見たことないですもん、うん、浜松にも多分ね一軒ぐらいどっかあったと思うあるのうどっかあったとも店に入ったことないけど<ー>見かけたことはありますねあ一応全国的なあの流れなんですけれどもの普段ねお買い物する時もやっぱりそういうところは見た方がいいのかな、ね、というふうには思いますけれどもね。 そうやって見てやると安心してですね今度は自分でいろいろね例えばドレッシング自分で作ってみようとかうそういうようなこともねあの考えられると思うんですよ結構楽しいですからねでもうまあそうですね休養が過ぎてもうお仕事に戻られてる方も多いかと思うんですけどまだまだねお子さん方も。 あのお家に、ねあね、行ってですね、うん、でお母さんもいろいろ大変だと思います、うん、あるいは逆にお母さんが仕事してお父さんが、ね、子供たちを見るっていう日もあると思うんですねそういう時にじゃあどうするかじゃあお父さんがねなんかちょっと作ってあげるよとか言って、ね、<ー>あのやるのもいいんじゃないかなと私は思いますけどもねそんな時に、まあ、やっぱり買い物する時に。 安全を考えて国内産、うんうん、地産地消でいきましょうということなんでしょうね高さんね、うん。もちろん外国産のものが悪いわけではありませんが僕は国産のものを選びますというふうに書いてあります。まあ外国産のものでも結構おいしいあの豚肉とか<笑><笑>あったりしますよ。<laughs> いや本当そう。で結構安いものもあるからね。はいうん、まあその辺りはねいろいろ試してね。 まあ一概にね、うん、ここだからダメとかそういうことではないと思うんですが、うん、ちゃんと一回こう調べるすね、うんえー、自分のもう一つのこだわりは家電を買う時も、はい、国内メーカーのものを積極的に買うように心がけていると。買う前にはインターネットの記事製品カタログ 口コミをチェックして、納得するものを選ぶようにしています。家電オタクとまでは言えませんが。少しそれに近いものがあるかもしれません。もの <laughs> すごいね。うん、まあ、でもね、僕もどっちかというと、見ちゃうね。あ、見る。あ、見る。る方あ、見る。最近、なだろう、昔はね、例えば、はい、メイドインジャパン。 アメリカと言われるとんあんまりいいものでなかったっていう時代があ,のあったわけですよ随分昔,、ね、昔ね。でそれがだんだんねメイドインジャパンが褒め言葉になってきた、はい、っていうのがあってでそれ頃になってくると今度は日本は他の、はい、例えばアジアの各国が作ってる工業製品に対してはやっぱり。 品質は日本だよよねってみんな思わけです実際にそういう時代もあったけどもどん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 ね各国が追いついてきていいものを作って IT 産業なんかでもえちょっと逆転みたいな感じもさ出てきたわけじゃないですか。中国や韓国こういったところの産業の成長すごいやっぱりね素晴らしいと思うんですよね。そうするるといろんなものを調べ といううのは大事だ思んです昔ビデオテープがさ自宅で持って見られるようになった時にビデオデッキに VHS を入れてそうすると結構いろんなの録画しまくっちゃうとテープ台がかさんじゃうので安いの買うって言った時に結構その当時は韓国産のものが出始めで割と安かったんですよね。 あとは無印良品がね今はねそういうものがやっぱり変わってきてると思うんですねだから先入観だけではなくてですね調べるっていうことは大事かもしれませんねすごいねでもねいろいろ片物を見たりとかねしてるもんね田中さんはねついつい買ってしまうもの何買っちゃうんだ円円引引ききのシールが 貼ってあるものね。あと、はい、ハ,ト,、はい、ハトポポさんでしたそれとコンビニスイーツです、はい、あらこれは山川さんの妹さんとコンビニに支配されてるねコンビニスイーツはスイーツ好きの知人と新商品が出るとあれが美味しかったこれ知ってるなどと言い合って情報交換をしています<ー>、うん、あの季節が変わるときにね、はい、コンビニエンスストアの,そのスイーツは、うん 変わるんですよねなるほどね、うん、そうなど、ねはいうん、そうするとやっぱりそこはチェックすべきかな、ねうん。すべき <laughs> だってあのコンビニエンスストア業界も競争ですからねその時に合わせて新商品を出す時に合わせてもうすごい頑張ってますのでうんでそれやっぱりちょっとね試すすのはいいいかなと思いますねうんうん私はやっぱりあのどうなんですかねまあい年中ハロハロが好きだけどね。ハハハハ。<laughs> あそこのほらミニストップなんだけどミニストップはさあとあのあのこのお店の中で炊きましたご飯炊きましたっていうおむすびねあありますね手作りあのおむすびは好きな手作りの結構ね割と高いんだよ普通のおむすびより高いんだけどだけどあのいろいろな具材が入っててご飯も美味しいんだけど中に入っている例えばあのえのハラミとか入ってる結構ね量が多いんだよその中に入ってるそう。 っていううコンビニ博士じゃないですか <laughs> もう <laughs> <laughs>、うん、そうだねはい、えー、これからも研究をして報告をさせていただきたいです <laughs> <laughs>、ねえー、でですねまあこういろいろこの人は買ってらっしゃいますけれども、はいえー、友達とも情報交換をしてるんですが「うん、ローソンのバスクチーズケーキはとてもおいしいです」とか言って,てる。 あとこれ,だこれまだ食べてるんでこれバスクチーズケーキ存在は知っ,知ってる知ってる知ってる、えー、知ってるこれこれ,これが置いてある隣の何かを買ってしまったのに <laughs>、うん、最近の中では一番のお気に入りですとあそうなんですね,ですねお二人も食べたことがなければぜひ食べてください食べたことないなーローソンのバスクチーズケーキ、ね、はい、ねえー、近年発売されたコンビニスイーツの中では最強最高の一品ではないかと個人的に思います <laughs> うすごいすごいちょっと褒めすぎ でも本当においしいですって書いてあるすげえ惚れ込んでるねローソンのバスクチーズケーキでもそこまで言われるとちょっと食べたくなりますね食べてみたいね今日帰りに近くにローソンありますかこの辺だけど今日車で来てるんで車で回り込んでやばい今日売り切れちゃうぞもう収録だからいいけど <laughs> そうあじゃあタカさんのね、はい、あの選曲で1曲い、えー、きましょうはいはいえー、ジュビロ大好きタカさんのリクエスト「ドリームズカムトゥルー何度でも」「ジュビロ大好きタカさんのリクエストでドリカム何度でも聞いていただきました」はいえー、今日はねあのーうん、セブンイレブン日本1号店が東京江東区にオープンした5月15日ということで、はい、1974年だから、うん、昔昔の 何年前46年前,46年前、うん、ということになりますけれども、えー、でまあ皆さんには買い物へのこだわりとかまたはつい買ってしまうものということでね、うん、メッセージテーマをいただきましたやっぱりこちょっとコンビニの話がやっぱり多くなりました多いですね、やっぱりねで私がいっぱい喋ってしまうからかもしれませんけどもまあそう一、ね、<laughs> <laughs> <う>回コンビニのテーマにやればいいんですよ。あ<ー>、うん 豊橋でさブラックサンダーっていうチョコレート作ってあれ美味しくて人気でであれのさバーって一本一本でって100円さすがセブンイレブン本物がいるからね本物がいるからねであれ1本100円なんでそれのねミニバーっていうのが結構ねあの大きいドラッグストアとかそういうところにも売ってるんだけど大きい袋に入ってその中にちっちゃいミニバーがいっぱいあれ結構割安でね それと最近出てるのが同じブラックサンダーのちっちゃい袋に100円の袋に入ってるやつあれってクランキーだとかいろんなチョコの種類あさっきもちょっと話したけどその中にブラックサンダーもう仲間入りをしたんだよ。100円の袋の中にバーでもないミニバーでもないもっとちっちゃいやつが入ってるっていうね袋ブラックサンダー。 一口サービスで楽しめるいう <laughs> そういうのができましたんで、えー、皆さんへの,あの新しい情報でございますもう何者か分かんなくなってきましたね何,何者なんだもん<う>何者なんだもん <laughs>、ね、はいえー、っとですねこちらは三代目こいつら L 人形さんからまたいただいておりますけども、はい、えっとね普通のお便りということではい、はい、えー、っとね圭介さん大作さん 今日多角書店 <laughs> 日曜日にまた多角書店に行ってきました <laughs> おお<ー>もう回目だね、はい、お特に何を買うかは決めていなかったけど店内をぐるぐる回っていたら「ひろしです」で有名なひろしさんのコーナーを見つけました、うん、そうなんだよーコーナーがあるんですかかけがのね多角書店さんはねひろしですひろしさんの,あの、うん、書籍のコーナーがあるんですよね<ー>えー、店主の高木さんはひろしさんと交流があるみたいでレジー あ、レアなネタ音とか、ネガティブカレンダーを買いました。ひろしさんの本とか、大型の本屋さんでは、気がつかなかったかもしれません。うん。ひろしです。まあ、多角書店さんの、あの、こじんまりとしたですね。はい、あの、本屋さんにあると。はい、あ。ひろしだ。うね、みんなが。目立つと。いうことかもしれませんけれども。ね。こ、えー、じんまりとした。 えー、多角書店さんは買いいたたくなるる本本がああ屋さんだと思まましたまあ確かにねこじんまりしてるから逆に言えばそんなに時間をかけ,らず,かけずにこう見ていけるっていうとうそれと、まあ、ご主人の、ね、高見さなおさんにんあの欲しい本を言っていただけると取ってもらえたりとかそういうことがありますんで。 他の本屋さんでも撮ってくれるけれども非常にだから話しかけやすいしそうですねそういう形でね「あれ来てる?」とか僕がね行った時もね「あれ届いてる?」とかおばさんたちが来ていてご主人が「あ来たんですよ」って言って「今朝届きました」とかねそういうふうな感じですよ。街の本屋さんだなと思いますしね。 人気ですね近いうちにまた面白そうな本を探しに行こうと思いますということで三代目恋するエルニーニョさんありがとうございますす晴らしい素晴らしいそれから悩み大き伊藤圭佑ラブさんからいただいてるんですけども「大圭佑さん大作さんこんにちは」「今年もたくさんタケノコをいただきました」「いいですねやっと終わったと思ったらまた届きました」 きんぴら、たけのこご飯、<う>ごも寿司、チンジャオロースなどなどクックパッドを見ながら作りましたおうおうでもね私はたけのこが苦手なんです<う>助けて怖いよなんで苦手なの, <laughs> の美味しいじゃないんですかクックパッドができる前から主婦やってるのにどうして今さ <laughs> クックパッドを見ながらやってるね。<laughs> なんか、若妻みたいな感じじゃないか。お、もう、てっきり若妻だとばかり思ってたな僕はね、きんぴら。うん。たけのこご飯。あ、いい、いですね。お寿司。チンジャオロース。いいですよね。ね、普通にこう、煮てね。あの、食べても。美味しいかね。で、味噌汁に入れるのもいいじゃんね。味噌汁もいいですね。うん。なんか柔らかい。 たけのこばっかごとして食べてるなって昔はね、はい、結構硬いやつもねあったんだけど最近の方が柔らかいものばっかりなっていうふうに僕は思ってるんですけどね。うん,うん 昔は売るっていうよりも本当にもらってきて、結構太い、硬いところももらったものなんでせっかくだからっって、全部料理しちゃったんだと思うんですけどね。たぶんね、ニョキニョキ吐いてましたからね、今もねうちもタケのこの林をちょっとほったらかしてるんですよ、何年も。あそこちょっとやばいなと思って、子供ら小さい時は一緒に行って、ケノの狩りをしてんだよね、そうすると間伐できるんでいいんですよね。 ちょっとまた行かなきゃいかんなーと思ってるけど、<laughs> 子供が早く孫を作ってくれるとねいってもいいから、ね、そうですね。一人で行くとね竹の子のそのなんていうの林の中で急に息が止まってしまったらどうして、<laughs> 倒れちゃってたらね。そうそうとあれ今発見されねえっていうのは嫌だからね。<laughs> うん。 ねまたおすすめレシピがありましたら教えてくださいということなんですあ私の来年までの宿題ということでさせていただきたいと思います新鮮ならたけのこのお刺身とかねそういったのもいいかなと思いますけどねということで皆さんたくさんお便りをいただいて本当にありがとうございましたもう皆さんがいろんなお話をくださるし僕もおしゃべりなんで曲がですねちょっとね今日短かったです リクエスト曲を3曲おかけいたしました、はい、で私はもともと5曲用意してたのは一切かけませんでした、うんでね、これでも1曲減らしましたもんねあう今回は5曲にして、うん、でなおかつそのうちの3曲をリ,スリクエストの曲に差し替えたにもかかわらず、はい、その3曲だけしかかからないいですね <laughs>、はい、お時間なくなりましたはい、はい、あ車からの方法 幸せはもう母の日が終わりましたんで、ねありがとうございました、皆さん、マスクもね、ですから、完売点というか、プレゼントはもうこれで終わりということで、終わっちゃいましたもんありがとうございました、ファ皆さんにお送りさせていただきますけれども、じゃあまたお花のプレゼントのほうでお待ちしたいと思いますので、よろしくお願いします。 え時間があると思ったらなくなっちゃいました、はいはい、この番組は浜松豊橋のお花屋さん、花粉症スイ y l フラワーズの提供でお送りしましたではまた来週ですさよならバイバイ。